簡単に私の方から最初のご挨拶とちょっとご注意といいます、ご案内だけさせていただきます。まずですね、怪我だけないように本当皆さんお願いいたしますですね、無理せずにね、際どいとことかはもう、ね、ちょっとあんまり行かないようにお願いいたします。それとこの後、まあ班に分かれて表のロータリーとかもねちょっと掃除していただく予定なんですけど、ロータリーのこのブーと外回りの外側っていうのは他人様の土地になります。でそっちには絶対入らないようにしてください。縦に収めてくださいね。自転車置き場がロータリーになります。で、まあ、中にはこけたりしてるやつもありますけれども、それ無理してねこう起こしたり目標はしないようにしてください。でないと、まあ、例えばそれがまた倒れてきて怪我しますとか、あるいは逆になんかこうバーンと行っちゃって自転車ちょっと傷つけちゃったとかなると、またそれはそれでいけませんので、目標は自転車のところのゴミを間から拾うっていう感じでお願いをいたします。皆さんこんにちは、山でございます。本日日曜日 のいいお天気の日にお越しいただきましてありがとうございます。清掃なんですが、前回後ろにいらっしゃる森川さんにいろいろ段取りいただいて、おととしですね、21年の11月にしじみ駅で実施いたしました。でその後ですね、ご存知のとおりコロナがですね、緊急事態宣言とかマンボウとかいっぱい出まして、おととしの11月というのは本当に何もなかった空白の秋ということで、まあ、そこできてなかった、全然前後できてなかったという時だったんですが、まあ、その後コロナで、イベントも全部中止になりまして、やっとですねこの春からだいぶ収まりまして、今日の実施ということになりました。ありがとうございます。まあ、あくまでボランティアでやっていただいている掃除ですので、本当に無理しないようにお願いしたいと思います。あと電車が来ますからお客さんも来られますので、どうしても一生懸命になると目の前ばっかり行っちゃいますので、そのあたり一番心配するところですので、どうか無理せずに、まあ、楽しんで掃除していただいたらと思います。本日どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっと一言だけご挨拶をいただきたいと思います。お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。青瀬さんボーダースクラブの運営させていただいております森川と申します。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。昨日の雨もですね、ご覧のように快晴ということで、はい、いい天気になって本当に良かったなと思います。で、今日はですね、掃除ということなんですけども、ちょっと掃除の前にですね、ちょっと環境問題と、でこの今回の掃除 SDGs の取り組みをしようということを書いてましたので、ちょっと簡単にね、環境問題と SDGs でちょっと話したいなと思いますので、ちょっと耳を傾けていただければいいかなと思います。この車両ですね、6500系、多分ご存知かと思うんですけど、この車両においても環境に配慮した取り組みとして、消費電力の削減とか車内照明の LED 化とか、さまざまな取り組みをして環境に優しい車両ということをされています。あとは駅の LED 照明だとか、機械の省エネ化とか、さまざまな取り組みをされておりますので、まだご興味ある方は神戸電鉄のホームページ見てもらったら載ってますので、ぜひご参照ください。はい、
しましたら、お時間になりましたので、皆様本当に今日は一日お掃除の方ありがとうございました。最後に、主催者の森川さんの方からちょっとまた一言ご挨拶をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、すいません皆さんありがとうございました。ですね、私がこれ掃除しようと思ったきっかけがですね、ふとちょっとこう降りた時にですね、そこの通路見た時にですね、缶とかタバコの吸い殻ですね、めちゃくちゃ落ちて汚いなと思ったんです。で、一番温泉の駅の中で一番じゃない、わかりませんけど利用者が多いって聞きましたんで、これはいかんなと思って、せっかくなんで、ちょっとでこれ選んだんですけども、皆さんのお力もありまして、綺麗になったかと思います。はい、ですので、今後も、次はどの駅あるかわかりませんけども、いろんな青線の駅で掃除続けていきたいと思いますので、また皆さんにご参加いただければ、大変嬉しいと思います。ありがとうございます。第2回目の駅清掃活動無事に終わりました。で、今後もこのような活動を通して皆さんと触れ合いながら青線の活性化に努めていきたいと思います。今後とも駅清掃頑張っていきたいと思いますので、またこのご参加をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。